こんにちは、ギタリストの池久保光一です。僕も普段から使用しているギターブランドのヒストリーがモデルチェンジしたということで、早速新しいモデルを弾いてみました。今回は手頃な価格も魅力の CZ シリーズの2本です。ヒストリーのギターの特徴として音が良く、弾きやすく、ピッチが正確であるという点が挙げられます。これはまさにギターに求められる3大要素と言っていいのではないでしょうか。それではご覧ください。まずは冒頭のデモンストレーションでも弾いたこちらの CZ-SVR から、クリーントーンで各ピックアップポジションのサウンドをチェックしてみましょう。クリアながら存在感のあるサウンドです。続いてクランチサウンド。ロックバンドではバッキングなどでよく使うような軽く歪ませた音です。コードを鳴らした時のバランスが良く、バンドでも使いやすいですね。最後にハイゲインサウンド。強みに歪ませてもピッチ感がいいのでリードが取りやすいです。
続いてこちらの CZ-TVR。 このギターならではのシャキッとキレがあるサウンドは弾いていて心地いいです。続いてクランチサウンド。このモデルはローズウッド指板なので、中音域のバランスも良く、歌物にも使いやすそうです。最後にハイゲインサウンド。このピックアップはヴィンテージをもとに少しだけパワーを上げているということで、歪みのノリがよく弾きやすいです。